はい、じゃあ本日はこちらの色のついたボールを、全部で5色ですね使って面白い実験をしてみたいと思います。そちらのお客様、はい、ちょっとこちら来てもらってよろしいですか。はい、はい、一応ね5色のボールがあります。はい、私これから後ろを向きますので、はいはい、こちらの紙袋の中に好きなボールを1個取ってしまってください。はい、そしたら蓋を閉めてください。あ、見えないようにっていう、はい、で閉め終わったら終わりましたと言っていただいて結構です。はい、では後ろ向いてますのでお願いします。この袋ですよね。はい、はい、終わりました。はい、OK です。はい、そうしましたら、覚えた色を頭の中でイメージして僕に念を送ってください。はい、まあ、こんな感じで。あ、こういう感じ？はい、はい。少々お待ちください。ここにね、いろんな色のカードがあります。少々お待ちください。今感じた色のカードを置いておきました。はい、先にボールを出してみてください。はい、お、これは黄色ですね。はい、私が感じたのも黄色なんです。イエイ、すごい、はい、じゃあ今度続きまして2人のお客様にご協力いただきたいと思います。じゃあ1人目の方いいですね。はい、はい、じゃあこれから今終わったら終わったと言ってください。好きなのを後ろ向いてる間に1個取っちゃってください。はい、でポケットにしまうか手でしっかり隠すかどちらでも結構です。手で隠すでもポケットでどちらも結構です。でその後2人目の方も好きなのを取っていただいて手に隠すかポケットにしまうかしてみてください。終わったら閉じて終わりましたと言っていただければいいですね。はい、はい、じゃあ1人目の方、じゃあ手だとなんか怖いからじゃあポケットしまいます。はい、はい、どうぞ。じゃあ2人目の方もお好きなのを1個、はい、はい、しっかり隠して閉じてくれて、はい、しまいました。終わりましたか。はい、はい、では、じゃあ1人目の方からいきます。あなたからこれを感じます。2人目の方、これ感じますね。先に行きましょう。あなたが選んだ色を何色か出してもらってよろしいですか。緑です。おお。続いて2人目の方、はい、同時に行きましょう。一斉の、はい、来てます来てます